ここだけローが。に対する読者の反応集。病人や重傷の怪我人を見ると衝動的に直しちゃう世界。本編やめろ。ちょっと腰が軽くなっただけのローだな。なるほど、だからルフィを助けたのか。マリンフォードでルフィ以外も拾おうとしそうだな、このしのげかい。パンクハザードの子供たちをナミさんに言われずとも助けようとするトラを、キャンディーをこっそり無害な奴に取り替えている。ドレスローザやワノ国の時が大変そうだな。自分がボロボロなのに周りにたくさん怪我してる奴らがいるから。ドレスローザは、マンシェリー姫にボロボロのローについてもらってひたすら体力を回復してあげればなんとかなる。ワノ国はマルコがいるけど、フェニックスの炎は他人にあんまり効かないよな。ゾウのヤバい薬って体力回復に効くんだっけ？体力の消耗と傷と貧血でフラッフラしながら。怪我人がいるだろ。治療させろ、鋼の医師。しようとして他の医者に、オラ安静にしてろ、って沈められるトラオカ。町の医者へ。バカ野郎、重症者の癖して動き回るんじゃねえと言っただろうが。町の医者 B。おい誰か、体拘束できるベッド一つ開けてくれ。町の医者 C。うわぁ、なんだこのすげえ力は。しのげかい。おい。怪我人どもの場所へ連れてけ。治療する。町の医者 D。か、回廊石の手錠探してこようか。町の医者 A。そんなもん普通の病院にあるか。しのげかい。てめえら。さっさとどいて案内しろ。直してやるから。もはやかいいじゃねえか。この病人に精神病患者とかも当てはまるなら、いきなりカウンセリング始めようとするトラオもいることになるな。PTSD 疑惑のあるドフラに、カウンセリング始めるトラオか。さすがのドフラミンゴもビビると思う。なんでここのトラオはそんなに問答無用になったのかね。フレバンスのトラウマ？それはそれとして、頂上決戦はルフィ以外のことも助け始めると思う。戦争はたくさん人が怪我するからね。オペオペの実があまりに多彩で、実質複数の悪魔の実を食べたと同じぐらい何でもやれちゃうので、究極の悪魔の実のデバフとして、金槌プラス体力必要プラス患者を見たら治療したくなるの全量医者縛りが追加されたんだぞ。オペオペあまりにも厄介すぎてくさ。ちょっと、トラオ、安静にしてなきゃ。マルコ、自分の体大事にしろよい。打ち入り終了後も大変そう。定期的に過労でぶっ倒れてそう。トラファウガーを捕まえるためには、まず怪我人を用意するとかチャート作られてそうなしのげかい。海軍にも海賊にも、トラファウガーローに無理やり治療されたことあるわ、ってやつがゴロゴロいそう。相手が誰でも問答無用で無理やり治療してくのくさ、しのげかいが通った後は、健康な人間しかいなくなると噂される。しのげかいは伊達じゃないね。妖怪患者置いてけ。患者置いてけ、なあ、重症者だ。重症者だろう？なあ、重症者だろお前、ってことか。神絵師、ペンギンとシャチは頑張れ。ペンギンの帽子まで泣いててくさ。全自動治療マシンでなくとも、これはこれで十分怖いんじゃ。怪我人、患者、助ける、助ける、俺は医者だ、医者だ、何でも助ける、救える医者なんだ、患者、治す、助ける、患者、患者、助ける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 。おい、お前重症者だろ？ってことですね、わかります。オペオペの副作用。自らが治さなくてはいけないという脅迫観念にとらわれる。とか？ひぃ、なんかホラーになってる。違う。私。そんなつもりじゃ、ピンポーン。おや、こんな時間に誰か来たようだ。スレ主、もしかして何らかの怪我か病をお持ちで、おそらく出現したであろう治させろうさんを思い浮かべながら。いえ、ちょっと今日不幸なことで小さな怪我して。バスケでボールが3回顔に当たったり、顎に当たったと乳首痛めたり、足の付け根痛くなったり、それについていじっただけで深い意味はないです。直させろうさん、怪我人発見。こっぱ、こっぱ、リアルに、へ、って声出たわ。トイレで端末落としかけたし、ドアスコープ覗いてこれが見えるのあまりにもホラーでは？ホラーゲームでありがちの展開じゃないか。おそらく健康になって肌がツヤツヤになってるであろうスレ主を思って、合唱。見た目がヤバいだけで治療してもらえるのは嬉しいだろ。マジで死ぬ5秒前みたいな重症人見かけて助けられなかった時のこのイフローの心壊れない？大丈夫？自分のメンタルがヤバくなったら自分もカウンセリングしてまた立ち上がってくるから問題ないぞ。助けられなくて心が折れそうなろうが自分でカウンセリングしてまた立ち直って人を助ける。無限ループが完成しちまったなぁ。G、
自分で倒した敵も治療したくなるから、戦闘勝利後はすぐクルーによって敵から引き離されるトラオ。自分の意思とは関係なく、悪魔の身のデメリットとして患者を視界に入れたら治療するようインプットされるのは怖すぎるよ。なんか傷病者を視界に入れた途端にパシフィスタみたいな挙動になって、ひたすら全自動治療マシンとかすの想像した。怖い。怖いって、ボロ。オペオペを食べた瞬間からそうならワンチャンコラ3生存ルートいけるのでは？体力とか技術とかが関係ない全自動治療マシンならなんとかなりそう。治療終わった後ロー生きてるかこれ。ローが自分を治療したら体力使い切って死んでしまうの気づいて、コラさんがローを殴って気絶させるやつですね。全自動治療マシンってよく考えたらなかなかのパワーワードだな。メシマシンならぬ治療マシン。オペオペなら基本的には無痛手術だろうし、治療される側は言うことないよな。いいやつじゃん、海賊船船長。30億の賞金首。全身タプーまみれのコアモテ。フレバンスで何もできずみんな死んでいったからもう誰も死ぬところ見たくないとか？そんなんそんなん、手が届くのに助けられないことがトラウマ的なあれになって、それとオペオペという力がうまく合わさってしてあれしたんだよ。世界がひっくり返ってその後情勢が落ち着いたら、さらっと赤十字みたいな組織作ってそうなトラを。辻斬りならぬ辻直しをあちこちでしまくって、グランドラインの都市伝説とかしてそうなトラを。妖怪患者置いてけ。突然病人や重症の怪我人の元に現れ完璧に治してくれるがとても恐ろしいと聞く。ありがたや。ありがたや。戦国の爺様もロシなんてが助けた子供、推定、が悪人じゃなくて医療バーサーカーとして名を馳せているのは安心してそう。でも実物を見たらその治療の勢いと気迫にはわわってなる。しのげ帰って異名じゃなさそう。患者、あなた、の隣に這い寄る医者、トラファウガーロー。ってこと？どんな難病も感知させてくれるならいくらでも這い寄ってほしいわ。這い寄れ、トラお医師。這い寄りますか、性の極み。ってこと？産地ピンチ、産地ピンチ。白ひげが病んでいるという噂を聞きつけて、モビーディック号に乗り込もうとしそう。原作より前の時間軸で、白ひげの親父さんは、生意気な小僧が挨拶に来やがった、と思ってグララら笑ってるんだけど、実際は、動くな、俺は医者だ、患者を出せ。な強制訪問診療だった。ってこと、これ場合によっては頂上戦争編の白ひげが病デバフアウトオイデバフのみになって暴れ倒すぞ。それによって生まれる隙があればエースもルフィと一緒にトラオが回収してくれるかもしれん。歴史を変えたなトラオ。不死鳥のマルコでも治せなかった病気が治せたらそれはもう白ひげ海賊団の大恩人なんだわ。治療は無料？最高じゃねえの。無理やり治療してくるのに有料だったら暴動起こるぞ。なお、何ももらわないせいで暴動が起きる模様。すれ違ったらすまない。医者とかに異常に迫害されてたせいで怪我人絶対治すマンになってたらいいなと妄想。どっかのすれで見た、医者への不信感が残ってて自分で見た方が早いし正確だ。ってなってるロー思い出した。内臓系ならオペオペでワンチャンありそう。年齢とかで外科手術が厳しくても、オペオペならそういった負担は減らせる気はするし、難しい部分に転移してもなんとかなると思う。あと、この時空だと治療系バーサーカー属性持ちなので生活習慣から見直されそう。できるできないは別として。あれこれエースと歌救える気がする。歌が根付きの子食ったって聞いたら絶対起きて這い寄るだろ。そうか、オペで治療できる病気とは限らんのか。重症の時でも頭からダラダラ血を流しながら、自分より軽症の患者を見るとかあると思う。治療してるキャプテンをハートクルーが治療してそう。クルーも止めるの諦めちゃってるじゃん。戦闘で3人並んで背中流し合ってる時みたいな光景だな。這いつくばってでも治療するんだろうな。治療が終わったらそのまま寝る、気絶。まず自分を治してから他者を見た方が効率いいと思ってんすがね。それを判断する理性も残らんのだろうな。患者を見ると発作的に治療してしまう悲しきモンスターなのだ。患者の治療が生きがいの命。治療病という病気だよもう。ここまで来るとパパファルガーやママファルガーもこんな感じだったのでは？パパファルガーは最後の最後まで国外に連絡取ったりして、患者のこと考えて動いてたしな。草場の陰でコラさんが、体を大丈夫にするのも医者の務めだから休んでくれ、ロー。って叫んでるよ。患者がいる時だけ医療バーサーカーで普段はめちゃくちゃ健康体なのでは、1日3食、睡眠、適度な運動など、目の届く範囲にいる人には強要する。
医者になるためだけに生まれてきたような男だな。ありがた迷惑とは言えないの笑う。こんな医者いたら軒並み生存ルートに放り込まれるわ。ハートクルー、鬼ヶ島でこの戦いの後もキャプテン止めないとか、と遠い目してそう。悲しいなれだ。でもキャプテンの勝利を確信してていいな。ハートには回廊石の手錠と鎖、キャプテン用、が常備されていそう。果たして回廊石で止まるのか？ロー実力行使で止めるためにハートクルーが原作より強くなってそう。キャプテンを止めるために行動を先読みしようと見聞色を極めたら未来見れるようになった。極めすぎで草、お前ら全員億超えだよ。そしてその見聞色を超えて治療をしに行くろうか。未来予知専門、キャプテンの肉体的限界把握、複数人、プラスベポによるキャプテンを抑える係と破棄使いのスキルツリーが分かれていそう。敵を倒すためっていうより重傷でも動き回るキャプテンを止めるための強さか。そうで再会した時、胃の一番にドレスローザで無理に動いて治療して回ったり、しただろうと怒られるトラオ。また会えるとも思ってなかった発言がバレてもバレなくても説教ルートか。バレた場合もう怒りが言葉にならなそう。自覚がある場合、己の限界が迫っているのは分かっていても衝動を止められない。ってことですよね。全員の皆さんが泣き無声で、もうやめて、って言ってて、本人もやめたいのに止まれない。端的に地獄。俺が死ぬまでにやることすべてがコラさんの功績だ。つまり俺が助けた命の数はコラさんが助けた命の数。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。